はいじゃあそれでは講義を始めていきますはいじゃあそれでは続きましてこちら事例2の特色と対応ですねまずは皆さんお手元テキストの該当ページを開いてくださいこちらよろしいでしょうかはいじゃあ早速ですねテキスト該当ページこちら見ていただきますとキーワードが飛び込んできますまずは重要なキーワード戦略的マーケティング この戦略的マーケティングは皆さんが事例の2の問題を回答する際にものすごく大切なキーワードになりますので常に例えば第1問とか第2問第3問第4問というふうに回答していく際には 意識ををしてて回答を進めていいたただきたいそうするとしっかりとですね合格点グッと合格点以上の点数が取れるかなと思いますので是非そこはですねこの戦略的マーケティングという考え方キーワードをですね意識しながら回答していくこれでですね是非合格点以上の点数を勝ち取っていただきたいと思います。 じゃあ早速ですねいきましょうこの戦略的マーケティングなぜこの事例の2を回答するときにとても大切なのかと言いますとこの事例の2を作っている先生方まあ試験員の先生方ですね、まあ、試験員の先生方の団体はやはりマーケティングを中心に研究しておりますでそのマーケティングを中心に研究しているということはマーケティングをですねすごくまあ大事に思っていて。 まあ戦略の下というよりはやっぱりマーケティング全体を格上げして戦略レベルでマーケティングを考えていこう,、ね、もう戦略の解部門っていうのは嫌だよっていう考え方を持っている人たちですからやはり試験問題を作る時にもマーケティング全体を格上げした形すなわちこちら見てください戦略的マーケティングという形で問題を作っております。 ですから皆さんはですね常に意識をしていく必要が合格点以上を取るときにやっぱり必要になってきますんでそこはねお願いしたいと思いますじゃあいきましょうまずは戦略的マーケティングの確認ですじゃあ皆さんこの戦略的マーケティングの範囲ってどこですか戦略的マーケティングののの範囲ここれは全体のこの今ね 企業系理論でも学習した経営理念から始まってくるこの戦略全体の流れなんですけれどもその中で戦略的マーケティングの範囲は今ちょうどねここでくくってある通りこの全体というふうに考えていただいた方が試験対策上は非常にですね得点に結びつくかなと思います。 ですからまずは全体がこれ全体も戦略的マーケティングなんだよっていう考え方これを必ず意識しておいてください。で特に特に重要なのはテキストにも図表が載っておりますけれども「誰に何をどのように」というこちらホワイトボードの中では「CFR」というふうに示したこのドメインここが戦略的マーケティングの中心軸となります。で この軸となる中で最も重要なのはじゃあさらに重要なのはどこなのかと言いますと青でで書きますすここですね標的顧客この辺がですね最近の試験の傾向でまあ皆さんね重要なポイントかなといったところはまだねあの予習してない方試験の過去問ですねまあしっかりとインプットしておいてください。もちろんもうね試験問題解かれた方はこの標的顧客例えば試験問題の中には タターーゲゲッットト顧客とか、ね、ターゲットとかかね言われる場合もありますでそれは全てまあ標的顧客を指すんだなと考えてそれはドメインの中の C ですねカスタマーの部分ですよということを意識しながらやっぱり回答を進めていくじゃあ行きましょうそういったところを考えていってじゃあこのドメインを中心に回答を作っていくわけなんですがそのドメイン順番を見ていきますとまず「 標的顧客が ① 一番最初に決定されます誰にと書いてありますよねテキストに。にを売っていくのかというふうに考えた時に誰にが決決ままららななければ何をは決まらないですねですから皆さんは必ず問題文を見てまあ説問文でも予見文でも結構ですそれ全部ひっくるめて問題文というふうに私言いましたがそこを見てまず「標的顧客って誰なんですか?」ここを考えていく。 もしそれが説問要求の中でね説問文の説問要求の中で誰々をターゲットにした場合とか今後標的顧客ってどういうまあ顧客層をターゲットとした場合なんていうふうに出てきたらこれはもうそこに合わせて標的顧客を考えなければいけないと、ね、ここ非常に重要です。で次に決,め決まってくるのがこちら顧客機能のファンクション「丸2」とさしてください。 ででこういうい感じですねイメージとしては C が決まって次に F ものと,との提供のうちことの部分皆さんもう一つ意識しておいてください。ものはもの、まあ、としての商品を提供するんですが中小企業が差別化をする場合差別化をする場合にはやはりものだけの提供だとなかなか難しい。 ならばじゃあ何をさらにプラスオンした方がいいのかっていいますと例えばことですねことことを提供していくこと思考のマーケティングの考え方が非常に大事になりますことですねでこととは何かというとものが製品ならば ものが製品ならばことというのはその製品を使って何かこうねワクワクしたねこうなんていうのかなアクティブななんかスポーツをやっていこうとか例えばですねまあフリスビーをやるとかまあフリスビーがアクティブかわかんないんですけれどもそういったね新しいスポーツとかねまあ,あと首脳筋肉をやってみようとかそういったこうイメージってあるじゃないですか自分がこう楽しんでいる様子そういったところやっぱ提案していくっていうのが非常に大事例えば山登りをしていくじゃ山登りって辛いものだよねと。 じゃあ山登りののお店でで何を売売っっってててるかかとじじじゃゃゃななないいいすすもまよ例えば登山靴とか、ね、ナップザックとかいろいろこうひぼみたいなやつとかごめんなさいね詳しいね情報なかなかわからないんですけれどもそういったこう山登りに必要な登山に必要なものっていうのは売ってるんですけどただ本当に売いたいのは何かっていうとその山を登っていく際のまあ知識をこうね 実際にたくさん蓄えていけば厳しい山でもこうまあスルスルとは言わないんですけどまあ安全に登ることができるで安全に登ってこう頂上に立った時のそ景色があってすごくそこを楽しめる。 それがビギナーでスキルが足りない時っていうのはそこまで行き着けないからなかなかそういうね爽快感とといいううのは味わうここがができないなんてところがありますよねそういったところでそれを例えばプロの店員さんもう本当にベテランで山にねこう登って何十年も立つようなベテランさんがそういうこう,うんちくをこうね皆さんにこう解いてでこういうふうにやった方がいいよとじゃあ一緒にこうねこう山登りのにかいうちのお店のチームに入るかいなんてところでね言ってこうチームに入れてでそして 必要なこう商品といいうのを買い揃えててもらって一緒に行くとそしたらもう初めビギナーでなんとなくねまあ簡単な道具でいいやと思っていたそういうお客さんがどうなっていくのかと言いますともうそのプロの、ね、山の店員さんと一緒に登っていくことによってどん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 ハマっていってよりまあそうですねいい製品を買うよりプロ志向の製品を買っていく、まあ、そういう製品は 単価が高い製品になりますからそういった形でお客さんの関係性をしっかり保って長期的に長期的にお客さんと関係性を築いていくことによってその人のライフタイムバリューそのお客さんのライフタイムバリューっていうのを得ることができますとこんなところですねマーケティング一次試験でも学習されたと思います。この辺はシュノーケリングだだって一緒だと思うんですよ 初めはとりあえず安いの買おうそれがですねもうちょっとね深いところに潜っていくっていうならばシュノーケリングじゃちょっとやだからこうダイビングのライセンス取ろうとか足入れをしっかりしたものにしようとか、ね、冬の部に、ね、潜りたいからドライスーツを買おうとかそういう風になるとそういったところフリスビーとかでもこう大会に出ようなんてなってくると全然変わってくるそういったこうアクティブなこうワクワク感こんなところもこう何、まあ、て言うのかな提供していくそれがまあこと発想と。 言ったとこころですねこれ大事過去にあの二次試験の問題の中でも旅館の事例が出たんです、ね、旅館の事例が出た時もものとしてのサービスはやはり料理とか部屋とかそういったところなんですけどこととしてのサービスはやっぱり季節の折々に触れてこのおかがちゃんとねお礼のハガキとかそういう季節の報告のハガキとかを出していくそれをお客さんもらいますじゃあもらったらどうなのか まあ例えば高い旅館だったんですそちらねあの主体された旅館も行きましたけれども大体1泊5万円ぐらいとちょっとね出費が大変だったんですけれどもその旅館その旅館に行ってそのお上から来ますはがきが大体そういうの行く、ね、あのお客さんはお金持ちなんですそうするとそのハガキを持って「俺はお上からねハガキ来たんだよ」なんてねこう自慢するわけです。 まあみんんなに送ってんですけどね、まあ、その辺はですけどそれが口コミになってああすごいそういったなんかね季節感っていうのを宿泊した後にもですね紅葉のねこう押し花というのかなこう葉っぱがついてるそういった自分の手作りの葉書を送ってくるなんてこういったところが何かというとああもう一回行ってみようなんてこの季節のあの紅葉はどうなったんだろうと今の季節は桜の花盛りかななんてところが何かというとこと発想なんですね。 よろししいでしょうかそういった事発想じゃあここで今話した中で皆さん要約してみてください。何が重要だったのかっていうとその人的サービスですねかのそういったきめ細やかなサービスありますねしかも宿泊した後に対してちゃんとそのお客さんに対する組織化を図ってくるそれとか例えばベテランの店員さんのこのうんちくありますねを問うてでこういうふうに一緒にやっていこうというね、まあ、山登りの会みたいなのをお店で結成して。 あとは例えばシュノーケリングからダイビングプロのライセンス持ってるそういった店員さんと一緒にこうねこうビギナーが指導を受けてどんどん深いところとか冬の海とか今まで見たことのない海の景色を見ていくとか例えばフリスビーの大会でそのプロの人が教えていくとかそういったところは人的資源っていうのが重要になりますよねでその人的資源はどこから来るんですかっていうとこちら。人物金情報、はい リソースの部分ですねこのテキストの中では「どのようにハウ、ね」と独自能力またはテクノロジーの「T」というふうに示されるテキストもありますが2次試験の場合には問題解くときにこれ「R」で考えた方が分かりやすいです解きやすいっていうのかなですから皆さんは「R」「リソース」として「人」「物」「金」「情報」「ノウハウ」というふうにまずインプットしていただいて「金」はですね三角ですねあまり出ませんね。金は やはり財務じゃないので,でやはり重要になってくるのが人とその人に付随する情報ノウハウでもちろんそのものですねものというところも大切になってきますこのの辺が皆さんリソースの中で重要になるじゃあここで皆さんは今「ドメイン」というのを勉強しましたこの事業領域ですね。事業領域を勉強して じゃあそこで授業料決まりました。さあここからが戦略的マーケティングの重要なポイントです。授業料決まったら次は何かというと今度はマーケティングの 4P。これを踏まえて考えていく。ですから常に標的顧客に対して 4P をどう考えていくのか、製品戦略をどう考えているのかいくのか、あとは価格戦略をどう考えていくのか。 コミュニケーションをどう取っていくのかまたはチャンネル戦略をどういうふうに取っていくのかっていうのは常にこの 4P を考える際にはこちらドメインを 加味して考えていくっていうことが大切になります。これが戦略的マーケティングをまあそうですね。非常にこうね。意識して解かなきゃいけない。試験員の先生がやっぱりそれを軸にして問題を作っている。そういったところを攻略するための一つねまあテクニックというか、考え方という風うに捉えていただきたいと思います。はい、じゃ、そしてちょっと忘れてしまった。これですね。経営理念目標。これはだいたい予見文章の中に書いてあります。予見文章。 予見文章のの中に書いてありますすでで皆さん必ずそうですね私ですと黄色のマーカーカを引いたりしますねまあ赤でもそうですね青でもないそういった黄色のマーカーをピーと引いてですねまあ経営者の考えここはちゃんと加味しながら回答を作っていこうとね迷ったら経営者の考えっていうのもちゃんと加味してそれを尊重して作っていこうそれがコンサルタントとしては大切ですよね。 こういったところここ重要になりますので予見文からしっかりこちらも見つけるようにしていただきたいとさあここまで来ましたでここまで来ましてまず見ていただきたいのがこちらさあ環境分析を行いますもちろんこのドメインを作っていく時には市場環境と経営資源このリソースありますねこれとあとは市場環境を見ていかなければいけない ね、市場環境と経営資源を見てそしてドメインを再構築していくというような問題も主題されます要は将来設計的な問題ですね将来的な問題でそういった問題が出た場合にはじゃあどう考えていくのかと言いますとまずこれが仮に現在のドメインだとしますねさあドメインだとしますそれがさあ C' になると C' 新ししいドメインになるとしますすると F も変わりますので C' が変わったならばどういう今度は顧客機能が必要になってくるのか例えば今まではそうですねまあ高齢者世帯をターゲットにしておりましたっていうのが C ならばメインターゲットね標的顧客。これが サービスとして物とことそうですねどういうものを提供するまあことの場合にはまあ安全な例えば。 お店だっったたら売りり場とかそういった形になりますねおじいちゃんおばあちゃん来ますんで安全な売り場とかやっぱり高齢者の方にも手に取りやすいそういった位置をちゃんとねあの提供するとかあとはちょっと何て言うんですかねこう見やすいような標識とかまあそういったところでやっぱり安全でこのお店で来ると安心するわとか滑らなくてゆっくり買い物できるわとかねそういったことあとは例えばベンチとかを設けてあげれば そのお客さん同士のこうコミュニケーション憩いの場的な機能こういうお店を作っていこうじゃあ C がその高齢者の方だったらそういうことを提供するためにじゃあリソースで例えば物として椅子があるとかこうありますねくつろげる場所があるとか人としてやっぱりコミュニケーションちゃんとまあ高齢者の方に対してもちゃんとねあの接客ができる方とかねまあそういった方を配置するそういう教育もしていくとかあとはそうですね物を売る時のポップとかそういったものも ね、あの見やすくくしていく、まあ、これはこっち側に多分関連してくると思うんですけどねコミュニケーションってで。あとは情報ノウハウ高齢者に対する対応とかそういったところの教育を考えていきましょうとあ、まあ、こういった情報を、ね、収集していきましょうとねこういった形でリソースをそれに合わせて拡充するそれが、はい、30代、ね、前半から後半の子育て世代となってくるとこれまた変わってきますよね。今までの C C' から C に ターゲットがが変変わわっっててくるとということは F が変わってきますじゃあどうでしょうね子育て世代の方がお店に来た時に、まあ、非常にいいなと思う、まあ、そういったこともの、まあ、はその方に合わせたものとなるんですけど、まあ、ここととって何かかありますかねことその30代の子育て世代、まあ、30代、ね、前半から後半の子育て世代って仮に考えた場合には、まあ、ことというのはそうですねまあ本当にお子さん連れてくるそうるとお子さんがいてもこう安全だとか。 ね、そう言って「まあ、ここ安心して買い物できるわ」とか「買い物に集中できるわ」じゃあそうするためにリソースどうしたらいいですかリソース。それ子育て世代の人が買い物できやすしやすいようにするためにはなんかこうお子さんが遊ぶようなこうね あのキッズスペースみたいなの作ってそこにちょっとねあの元保育士の免許を持っている人がちょっと見張りますよとかねまあそういったサービスをしていくと人とあとは物とか設備に関連するところも設けていくこんなところが出てくるとねまあそういったところぜひでお店もまあそうですねあのこちらいろんなそういった子育てに対する情報とかを提供していったりね無料で。でまあその 子育てしてしいる30代とかまあ30代まあ前半から後半の方たちに対してまあこのお店に来るといろんな情報収集もできるわなんてところにまあ結びつけていくとこんなところですから皆さんは、R、もそれぞれぞ変わってきますよさあこの変わった時に順番としては丸一丸二 丸三というふうに変わっていくんですけれども、特に重要になってくるのが丸三の変更になりますね。丸三。丸三の時に、やはり問題を見ていると、人と。物、まあ、設備というふうに考えていただいてもいいかなと思います。拡張していただいて。さらに情報ノウハウ、ちょっと金は置いておきましょう。これですね。 この辺をちゃんと軸としながらでもちろん大事なのが実現可能性また後半で行いますが実現可能性の高い実現可能性の高い回答を書いてください。すごく背伸びして無理なものだとやっぱり実現可能性が低くなりますので今のリソースにまあ少し教育をしていくとかね少し外部の方との提携をするとかそのレベルです。 何か大ききく設備投資ししててと作っていきましょうさあ従業員10人しかいません長規模企業ですというのがだいたい事例の2ではよく出ますのでそういった時にはもうこれ無理だよねという施策はあまりよろしくない。だから具体的な施策こんなところをね皆さんが考えていくときには必ずこのこちらのリソースの範囲内もしくは 予見文書の中に予見文書の中にこのリソースで外部の資源を何か活用できるその範囲内で考えていただきたいここはですねもうマーケティングの回答ねえ、こんなレベルなのなんて例えば皆さんの会社が大きい会社だったらそういうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですがもうそのレベルで結構です 実現可能性の高い回答皆さんが中小企業とか小規模企業のお店に行ってアドバイスしたらすぐに実行してもらえるようなそういった回答をぜひねあの皆さんは書くようにしていただきたいと。はい、じゃあそんなところがですねまずはこちら「ドメイン」というところで,でそのドメインに合わせてじゃあこちらを拡充していってさマーケティングの 4P で例えば「コミュニケーション」。 コミュニケーション戦略を取るときにはじゃあどういうコミュニケーション戦略を具体的に取ったらいいんですかとここが難しいですね。事例の20年以上受験指導ずっとしてきて、まあ、添削とかいろいろ見てきてその中でまあご質問もいただいていろいろとねあの受験講座の中でまあご質問頂い,いて回答していく中でやっぱり思うのがここですね。 具体的に書いていくここが大変です具体的じゃあどのようにしたら皆さん具体的に書けるのかというとことともにもう一つ具体的に書けない方ちょっともうねマーケティングはもうとりあえず逃げたいよと、まあ、別に1と3で取るからいいよとこれでもいいです受かればいいですからねこの試験は。 私はは別にマーケティングののプロななっっててていいいたたただきたいとは思ってないんですす受かるための講義をしてますもしそれでマーケティングのプロになりたいっていうんだったらまた TBC 受験研究会でまあ受かってね実際,実際連絡いただければいろいろとですねその後のステップっていうのもご用意してますのでそこはそこでまたね一緒に進めていきたいともちろんマーケティングのプロとしてそうですねまあ,あのうちであの動画を撮ってる岩瀬講師みたいにちゃんとこうねあの大学のショート MBA コースでマーケティングを教えてるとか。 まあそういういいい方もららっしゃいますから、まあ、矢田講師みたいに大学の准教授として、まあ、どういう形で進んでいるのかというと、まあ、そういうマーケティング系の事業も担当しているという方もいますのでもう本当に好きでもっとキャリアアップしたいという方は、まあ、それはもうその後の話でいいかなとここでは試験にどう受かるかがポイントなのでじゃあこの具体的かける人はどういう人かと言いますとやはり皆さん自分のものは自分で購入してください。 私も金融機関さん等でかなり研修してますこういった中小企業診断士の受験対策講座いっつも講義の中で私が申し上げているのは毎年毎年申し上げているのは特に管理職とかの方どんどんんどど自分でで買わなくなくるんですよでどちらかというとマクロ経済とかいろいろなねこう世の中の動向とか為替とかには詳しくなるんですけれども洋服のファッションの動向とか最近のお店ってどういうふうな形でレイアウトが作られているのかとか。 例えば子育て世代に対してどういうふうなアプローチをしているのかスーパーのポップっていうのはどういうことを表示しているのかというのがどうでしょう皆さん分からなくなってくるんですねお店行かないからですから必ずですね皆さん時間のある方は自分のものはまず自分で買ってください自分でお客さんにならないと分からないです自分のものは自分で買うこれをするだけで男性の方はぐんと伸びますねすごく苦手だとか最近買い物してないと そうですね奥様が物を買ってね会社はねいろいろ別の部下が買ってでそれぞれね自分で会社の備品が中心でパソコンも何も会社で買ってっていう形だと全く買い物しない人生になっちゃうとなかなか事例のように取れませんのでそこは必ずですね皆さん自身で購入していただくとそれがまず具体的な回答をかけるコツですですから女性の方の方があの現場の。 こうお店の具体例についてやっぱりね問わ見るとすごくこなれてます。まあそこは仕方がない。じゃあ買い物するのはやだともうね点数それでも取りたいという方はどうしたらいいのかっていうと軸が大切になります。そこで具体的な回答がちょっと苦手だよという方はどうしたらいいのかっていうとこのまずドメインっていうのを軸に考えていってそれぞれ 4P 考えますよね。4P 考えていったら例えば一番大きいのが マーケティングというのは売上を上げていく学問なんですね。どちらかというと顧客満足すなわち売上を上げていく。そのためこの売上の構造はい、客数と客単価。 じゃあ皆さんあの客数と客単価で客数は何に分解されます客単価は何に分解されますかそういったところは抽象化ブロックシートに載ってますんでこれしっかりと見て頂い,いてこの切り口をしっかりと書いて具体的に回答すると点数上がりますグッと切り口を書くと相手は理論のプロです。 まずは具体的に書いてくださいって言った時に本当に売り場を見てる人は切り口っていうのを意識しなくてもちゃんと切り口通りに具体的に書けるんですそれは成功してるお店っていうのはだいたいこういったセオリーに基づいてる場合が非常に多いですですがお店見てないっていう方はそれなかなか難しいで具体的なイメージ浮かばない方はまず切りり口だけででもしっかり書くんです客数を上げていくじゃあ既存客を上げていくまず回答の方向性ありますよね 売り上げ上げるっていう方向性だったら既存客そして新規客で客単価ならば買い上げ点数または買い上げ個数そして商品単価それぞれ4つの切り口で例えば120字だったら1234というふうに切り口でまず点数を取っていただきたいとここポイントいいです本当に苦手な方はこれで逃げ切れます まあ毎年こういった講義してますけれども、まあ、実際にね TBC 受験研究会の講座の中でも言ってますがまず切り口で逃げるそれでいいです6割ギリギリ取ればいいという方はもうそこで逃げてくださいでもっと取りたいという方は必ずお店見てくださいここ大事はいじゃあそういったところがですねまず皆さんの中でポイントになりましてじゃあ行きましょう業種ですね業種業態別の攻略法を見ていきましょうお手元テキスト見てくださいままずは製製造造業業になります製造業 製造業だからお店見なくていいのかいやいや消費財の場合ににはお店に必ず並んでおりますですから皆さんは製造業の時でもちゃんと注意をしてねどういう製品がどういうふうに売られているのかこういったところになります。じゃあまずこの製造業とかお手元テキスト見てください卸売業とか小売業とかサービス業とかそしてまあ商店街って見ていく時にまず大切なのが何かと言いますとこちら。 チャネルの考え方ですねマニファクチャーラーホールセラーリテイラーそしてカスタマーというねこのまず流れをしっかりと押さえて頂い,いてじゃあ製造業はマニファクチャーラー M ですねメーカーさんですからこの部分まず見ていただきたいのはテキストですねここでメーカーさん見ていただくときに各機能というのを考えてください機能。 メーカーさんの機能ってどういう機能がありますかちょっと上に書かせてくださいこれは過去にも考え方として流通業の機能というようなところの考え方出ておりますのでねこの小売業の場合メーカーさんってどういう機能がありますかメーカーさんは顧客ニーズを捉えて顧客のニーズを捉えてそれニーズに合う製品を こちら提供していくとそうですねでシェアを取っていくシェア拡大と価格の維持を図っていくっていうところがメーカーさんで大切じゃあ顧客のニーズを汲み取るどうやって汲み取りますポスデータこれじゃ分かんないですね新製品なかなか作れないです今ある製品が売れてるかどうかっていうのもしポスデータいただけるんだったらそれはわかりますが 今ある製品じゃないものを作っていくときにはどうしたらいいかというと直接顧客に対する接点を設けていかないと難しいこれが試験の中で最近出てきている論点です。今青で書きますするとこちらに対して例えば飲食店などの青で書きますねリテールショップを設けてこちらに対する接点 さあ接点をじゃあ設けることによってどういう効果があるんですかというところを考えていきますとこちらでお客様の情報が来るわけですよこの赤が何かというと顧客の情報すなわち顧客のニーズというのを収集するのが 可能になるというか、容易になりますよと。今までは、卸しとか小売に聞かないとわからないですね。例えば、見ていただきますと。消費者の情報っていうのが、今までだと、こういう段階でいきます。黒い丸、黒い丸じゃない、黒い線が、この矢印が、何の流れかというと。商品の流れと、さしてください。商品の流れ。すなわち、この黒いところの流れは、昇流と言われます。 流よくこれ販売士の一級とかの試験には出てくるんですけど流っていう流れで逆に物が売れれば誰がいくつ何を買ったのかっていうのが分かるじゃないですかその逆これが何かというと情報流というふうに言われます。赤のの分情報の流れですね でこの流れに顧客のニーズとか情報っていうのが入ってますんでこれをいち早く自分が欲しい形で手に入れたいならばお店を持つしかないです直接的な接点これはじゃあどういう戦略になるのかというとこれは 4P の中のチャンネル戦略になりますねチャンネル戦略で今回こちらの製造業を見ていただきますと製品戦略やブランド戦略が中心となるもちろんブランド必ず復習していただきたいんですけどそこに絡めて チャネル戦略というところも皆さんしっかりとね一次試験のテキストの部分を復習してておいいくださ中で出てますので要注意なポイントになりますはいじゃあ続いていきましょう続いてですね今度はホールセール真ん中ですね卸さあ卸を考えるときにまあ下体頻度はね本当に低いんですけれども卸を考えるときに皆さんどういう視点で考えなきゃいけないのかここがポイントになります。 で卸はまず小売側につきたいのかメーカー側につきたいのかこれを判断する必要が出てきます卸ね、小売業に行くならば例えば海外の商社としてもしくは海外から商材とか製品を調達するこういった商社で 国内の小売業に対してそれを流通させていく商社ならば自分でお店を持っていくということが大切になりますそれをっていうかというと川下に進出するというところですね川下に進出もちろん先ほどのメーカーさんのこちらのリテールも川下に進出するというところじゃあ川下に進出するときにどういう考え方が必要なのかと言いますとこの 機能じゃあ小売業の機能の何をこう実際に鍛えて強化していかなきゃいけないのかっていうところを皆さんぜひ考えていただきたい。卸とのの大きな違違いいいは顧客に対してて接接点がが直接取れるっていうのが違いですよねでもう一つの違いは卸が小売に売るそういった商品っていうのはこれは生産材じゃないですか。 プロに売るわけですよねプロに売るっていうことは接客とかの情報量はあまり多くなくてもしかしたらいいかもしれないお客さん最終就職した方が情報は欲しいんですよで,それでうままくいかなかなっったってて過去のの事例のケースも出てますで皆さんは考えていただきたいのは卸取材頻度低いんですけれどもまず小売業に進出する際川下に進出する際には川下ですねにに進出する際には必ず 小売リテールの機能っていうのを考えてくださいさあこのリテールの機能はどういう機能なのかと言いますとこれはリテールの機能は接客と品揃えですねアソートメントと品揃えの機能と接客になりますこの接客の時に何が必要なのかというとこのまあ要は素人なわけですね卸はプロに売るけど小売は素人に売りますその素人の私みたいな商品 調理用の商品知らない、ね、調理用の食材フランスの食材知らないとかそういった輸入食材知らない人に対してこうやって調理すればうまくいきますよっていうのをちゃんと接客で伝えていくポップで伝えていくということが大切になりますでこれうまくできなくて失敗した事例が過去に取材されていると。で皆さんは必ずその川下進出するならばこの機能を考えなきゃいけないじゃあ川上に進出する場合にはどうしたらいいですか 川上ちょっと重なってすいません川上に進出しますよと今回川上にちょっと下になっちゃいます川上に進出する場合にはどうしたらいいですかメーカーが自社で開発しよう PB を開発して小売業に提供しようあごめんなさいホールセル卸利用が自社で PB を開発して小売業に提供しよう提供しようというような場合にはこれはどうしたらいいのかと言いますと今度はメーカーの機能を代替する必要がありますねメーカー。 メーカーカの機能じゃあメーカーの機能で大事なのは製品を作る製造するですね製造するじゃあ自社でできない時はどうしたらいいですか自社でできない時にはこれは事例の2の場合予見文書の許す限り自社のリソースで足りない場合には外部のリソースの活用っていうのが問題に出る可能性が高いです自社でなければね 外部のリソースを活用していきましょうとこういう問題が出る可能性が高いです。で外部の工場とか外部にお願いする OEM で供給してもらうとかそういう考え方をちゃんと柔軟に持っていただきたいと。でもう一つ大事なのがメーカーの機能というのを手に入れても結局はお客さんとの直接な接点はないんですよお客様との直接接点。だから同じように メーカーと同じように顧客ににに対すする情報収集いいいうのを同時にしなななけければいけないここ大事になります自社が製品開発するっていうことはメーカーはちゃんとお客様の情報を手に入れて製品計画開発をしているとね顧客ニーズを手に入れてでこういうのが売れるだろうと未来を予測して販売していくそれを卸売業が同じように行うならば行うならば メーカーの今この青矢印で書いたこの部分ですねこの部分と同じような接点でニーズを把握するっていうのをホールセールもやらなければいけない卸売業もこれは必ず覚えておいてくださいだから簡単に川下審室川上進出と言うんですけれどもそれは各それぞれの流通チャンネルの構成員まあ、チャンネル構成員とかチャンネルメンバーと言いますがそのチャンネル構成員とかチャンネルメンバーの 方の機能を自社でこうなんていうのかな代替するって言った方がいいかな今までは機能がないからその機能があるところとお付き合いしていて商品だけを流してもらったそれが作るっていうことはそのメーカーの機能を代替していくことこれが大切になりますその際にいろんな課題を皆さんねしっかりとこの回答に書かなければいけないこういった状態が生じてくると さあもう一つあとは生き残りですからねここちょっとねあの強調したいと思うんですがおろしはすごく儲かればいいというところではなくてどちらかというとですねえとちょっと下の方に書かせてください「生き残り」「生き残りがポイントになります」「もうおろしはいらないようなんでね 考え方もやっぱりね昔は出てきてましてその中でどううやっっっててて生き残いいくのかっていうとこころろが勝負どころになりますだから卸は生き残るなんか儲けの前に生き残るっていうのがあって儲けていくというステップで捉えていただきたい、まあ、ここがテキストにもある卸利用さあそして小売業はもうこちらね書きました客数ける客単価これ切り口にしていただきたい。特にお店が出た場合ね 4P の中で言うとプレイスは立地条件とかそういったところが重要になってきますんでまあその部分が出てじゃあその新規の顧客どうするかとか既存の顧客どうするかといった場合にはこれ要注意切り口をまず設けていけばある程度具体性にかけても点数はがっちりこう獲得することができますんで特にマーケティングで具体的な施策を書くのが苦手な方は切り口しっかり押さえるように特に小売業では進めていただきたい。はいでは品ぞえとやっぱりね 接接客で接客では人的資源とこういったところじゃあ人的資源を強化するためにどういうマーケティングの考え方が出てくるのかっていうとこのサービス業とも関連していくインターナルマーケティングですねインターナルマーケティングっていうのがこの人の資源を向上させますよといったところにつながってきますはいここも合わせてインプットしておいてください特にインンターーナルマーケティングは メーカーカマニュファクチャー,ラーとかホールセーラーの卸よりは小売業とかやはりこのサービス業でよく出題されますので、まあ、そういったところもインターナルマーケティングの切り口しっかりとインプットしていただきたいと、まあ、これ抽象化ブロックシート載ってますんでね後ろ確認していただきたいと思いますはいじゃあ行きましょう続いてサービス業これはねもうサービスマーケティングが出題の中心になってきますでその時にさ サービス業の場合ちょっとこちらにはないですねサービス業の場合にはちょっと上に書かせてくださいサービスの一般的特質ってありますねはい。ちょっと上にしましょうか重なりそうですねサービスの一般的特質サービスの これ一次試験でもね皆さん学習されたと思うんですけれども異質性とかそういったやつですねブロックシートにも載ってますのでしっかりこちらね覚えてくださいこれ大事でサービス業の場合にはやっぱり形ののああるものがななかかったりりとかいろんな特質ありますねその特質のデメリットが発生する部分をいかにしてクリアしていくのかっていうところが問題になります で近年一次試験にもやっぱり切り口としてはサービスのねこの一般的特質を踏まえた問題ってのは出てきてますんで、まあ、皆さん是非ねここはしっかりと特質どういう特質があってそれがどういうデメリットにつながるのかじゃあそのデメリットをマーケティングの 4P で考えた場合にどういうふうにこう克服することができるのかこういったところですね。特質の デメリットこれをどういうふうにまあ改善できるかっていうふうに書いておいた方が分かりやすいですね改善とそれが具体的な施策とか言われたりします改善とこの流れはいここしっかりとまず皆さんインプットしておいてくださいじゃあそこまで最後いきましょうじゃあその 小売業の集合体である今度は商店街といったところになりますのでさあ見ていきますねそれぞれの役割を考慮するというふうにテキストあるんですが商店街の場合には C が分かれますこの場合ちょっと赤で書かせてください商店街の場合にはこちらがですねどういうふうに標的顧客分かれるのかというと個店 商店街に来たお客様というのは個店が対応しますね。個店とともにこの商店街全体、商店街全体として考えるイベントとかをやってお客様をこうね吸引してくる。そういったところともう一つが個店ね個店そのもの。 そのお客さんが来ました吸引して来ました商店街がいろんな証券からねでそしてその商店街に来たお客様に対してどうやってアプローチしていくのかというその個展における対応、ね、今回の場合だと評定顧客変わってくると思うんですよ商店街の時にはかなり大きい編みけのお客様。評定顧客が になっってくるとスポーツ店だったら、まあ、そのスポーツを好む人ですねそこに対してどうやってアプローチしていくかというところになりますのでこの「標的顧客」が2つに分かれてきますよというところを皆さんに、ね、しっかりとこうなんていうのかな忘れないようにこちらしていただきたいと。 はいじゃあそれではですねまずここまでよろしいでしょうかこちらですねテキスト該当ページのところを学習していきました今ちょうどですねもうこれいっぱいいっぱいになってしまったんで一旦このホワイトボード切り替えて今度は「予 SWOT 分析」から「ブリオ分析」「事例の2」ではよく使いますね「VRIO 分析」これをしっかりとインプットしていただきたいと。 ホワイトボード切り替えていきますので写してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれでは続きましてこちら予見情報の分析法まずは皆さんお手元テキスト該当ページを開いてください早速ですねテキストの中にある平成25年度の事例の2こちらの文章を読みながらさあ 行間を読んでいくさあ行間を読むっていうことはどういうことかと言いますと理論のプロの試験医の先生が作る問題ですからやはりですね理論すなわち皆さんが今まで学習した知識というのをベースにしっかりと分析していく必要がありますでその際に使えるのは何かと言いますとこちらもう書いてありますがスウォット分析ですねで、そしてスウォット分析をさらにこちらですね強みのランク付けをした ブリオ分析 SWOT 分析の中の強みをさらにランク付けしたブリオ分析こちらが行間を読む時にとても使えるこの知識となりますんでそれをですね皆さん一緒に今から読みながらじゃあどの部分がブリオ分析のまあ V に該当してそして RO とかに該当するのかといったところをちょっと確認していきましょう。 はいいじゃあお手元見ていきますよこちら創業以来現在の所在地に自社工場と工場併設の小売店舗を有しているさあここはいかがでしょうかこの部分これは確かに強みですね。SWOT 分析をすると多分皆さんはポジティブな色のマーカーすなわち強みという形で引いていただけると思うんですがブリオ分析だとどこまでいきますか 今回はこちら、まあ、皆さんお手元テキストの無料分析の例というこちらの表を見ていただきますとこの部分我々はイエスといったところがままままでで止まっております、まあ、そうですね自社工場と工場併設の小売店舗といったところは特にそうですね珍しくはないですからね。 まあ強みとしてはそうなんですけれどもまあ他の会社さん中小企業でもそうしているでしょうと言ったところになりますのでまあ多くのところがそうしているならば V のところで止まってしまうというところでイエスが V にだけこちら無料分析の例の図の中で書いてあるかなと思いますで続いていきましょう B 茶の主な取扱い商品はさつま揚げとかまぼこであるというふうに書いてありますで続いて特に 売上の中心となっている薩摩揚げはここからポイントですね。他社にはない原材料配合により。じゃあ、その配合のノウハウは。これは組織で培ってきたものですよね。まあ、こういうふうに読み立ってください。こういうふうに読み取ってください。配合のノウハウはもう本当に組織で。まあ、昔ながらだったらずっと伝統的に培ってきて、今に至っているのかなというふうに。まあ、業界を読むときには。 類推をしていただくことが大切ですで続きまして食感が柔らかく顧客から高い評価を受けているここがですね根拠になりますよね評価を受けていないならばこの技術っていうのはあまりですねまあ、よろしくないものだとなるんですが受けているならばもうこれは本当に標的顧客のニーズに対してはすごくまあ適合しているというふうに考えていただいてもいいかなと じゃあ表のところを見ていきましょうブリオ分析の例の例表ですねこちら他者にはない原材料配合による食感が柔らかく顧客から高い評価を受けているこれオールイエスです VRIO と全てイエスというふうになってますのでじゃあこちらは持続的競争優位テキストですね皆さん表のところの「美甲欄」マーカー引いておいてください持続的競争優位であるで特にこの「事例の2」という問題そうですね「事例の2」という問題は 分,分析をすることによってじゃあ何を見つけなければいけないのか限られた中小企業その経営資源の中でリソース部分においてさあブリオ分析をしていくことによってそのリソースにおける持続的競争優位というのを見つけていかないといけないとこの持続的 競争優位というのが大企業に対する差別化または他の競合の中小企業に対する差別化となっているというところにつながってきます。ならば差別化というところにつながっているならばこの差別化に対してこのリソース を集中していくすなわち差別化集中戦略というのを取っていくのがまあ望ましいでしょうとこの辺が方向性とな,りますよ、ね、なぜならばこのリソースが特に中小企業小規模企業の場合もあります事例の2の場合には限られておりますからそうなってきますとさあここまでまず見てくださいそしていきましょう。 B 社のさつま揚げは続いてですね冷蔵で7日間の保存が可能でありこれいかがですかね7日間まあ今回のこちら表の中の無料分析の例の中ではイエスが R までになっています7日間ならばまあちょっと真似できるかなと言ったところ冷蔵ですからねまあ常温だとまたこれハードル上がると思うんですけれども まあ冷蔵なので7日ぐらいは持つんじゃないかなと、まあ、この辺はもう感覚で結構ですよ R ここまでとじゃあ続いていきましょうファックス発注による贈答品や遠方からの取り寄せの需要も多いこれらはさつま揚げの売り上げの2割を占めているこのファックス発注で売り上げ2割を占めている少し省略して表の中は書いてありますでここはそうですね 辛めの方は多分 R ぐらいになるかなと思うんですけど、今回我々はこのイエスを O までつけました。で、これを持続的競争優位。じゃあどういうふうにここを考えているのかっていうと、そうですね。贈答されたのをきっかけに、さあ味わいが気に入り、自ら取り寄せる顧客も多い。さあ味わいというのも持続的競争優位ですね。さらにこの表に加えていただいても結構です。味わい、贈答されなければ。 味わいが気に入ることがないならばやっぱり贈答されるっていうことがものすごく大切で、今回こちらの内容についてはテキストにもあるように FAX による通信販売自体が強みというふうにしてないんですね FAX による通信販売自体が強みというよりもここでは贈答品や取り寄せ需要に通信販売で対応しているすなわち対応が強みになってます 通信販売そのものよりもちゃんと限られたリソースの中で対応ができていますよということを強みとして、まあ、それはもちろん組織的に行っているんだろうというところで「無料分析」で「大までこちらねあのイエスとしております。 はいいじゃあよろしいでしでょうか中略、このような新製品開発の次に副社長はかまぼこの既存販路であるスーパーマーケットでの販売拡大とさつま揚げとかまぼこの新規販路としてさインターネット販売を行う自社サイトの立ち上げを構想するに至ったさこの対応ができなければインターネット販売を実際に行ってもうまくいかないわけですね。 じゃあこの対応ができているというこの強みブリオ分析の組織的な強みをインターネット今後ですね仮に販売を行うならばインターネット販売こちらに対して活用していく、まあ、これが一つのシナジーとなるわけですね対応力。 少ない経営資源で大きな効果を手に入れていくシナジーといったところにつながってきますさあここまで皆さんよろしいでしょうかまずはねこちらの内容をしっかりと該当のテキストの内容もしっかり読み込んでいただきたいじゃあブリオ分析今確かにこのさつま揚げの2割ファックス対応これは別にできるでしょうという話もあるかなと思うんですがこの無料分析で 愛と王の判断これはもうまとめていただいて結構なんですねもう難しいです愛と王を切り分けるのどうしたらいいですか中小企業だと難しいですそもそも無料分析は中小企業をベースに作られた理論じゃないですもともと大きい会社さんそうですね戦略論の理論っていうのは中小よりもどちらかというと大企業研究題材としてこう作り上げられたそういった理論が非常に多いです戦略論 ですから皆さんは、まあ、ここはね使いにくかったら試験対策上はもうまとめていただくで甘めに考えてください中小企業ね中小企業において強みの中の強みだったらいいですこれ皆さんがお勤めの仮に大きい会社さんで食品メーカーさんだったらこんなの当たり前じゃないとね全部 V だよというふうにね辛口になってしまうんですがここは 中小企業ですから、中小企業の視点で考えていただいて、甘めにブリオ分析をしていくっていうことが、試験で得点を取るポイントになります。はい、ここもねしっかりね。皆さんね。よろしいかなと思います。さあ、まずここまでがこちらですね。ブリオ分析の例の表も読んでいただいて、事例2の特色と対応の範囲になります。そして続きまして、もう同時に行きましょう。今度は。セット 説得力ある回答作成、まあ、ここまで分析して無料分析して持続的競争優位をちゃんと考えてじゃあ最終的に回答を書いていく時に一点でも多く取る点数を取るためには出題者、ね、試験員に対して説得力をこう出していかなきゃいけないこれでもかとね見ろみたいな感じで、まあ、そこまで強くなくていいんですけれどもやっぱり見てね丸をこうつけさせるような答案ここが大事になるかなと。 さあ行きましょうその中で見ていきたいのがまずは予見情報に基づく回答を作る際にもちょっと注意していただきたいのが皆さん予見情報を全部コピペで使っても点数は伸びないっていうのはここはよろしいですよねこれは平成23年度以前だったらオッケーなんですよ平成23年度以前ならば ok なんですけれどもね、平成23年度 以降だとやっぱり NG になりますこの考え方変わってきてますそうですね敵も去るものです落とすプロですから理論のプロであってですから皆さんは平成二十三年以前だったらそういうふうに解けた問題もしくはそれをベースに作っているような受験講座の問題だったら解けますが今の問題は過去問見ていただくとまずは解けませんならばそれをどうやって解いていくのかと言ったときに重要になってくるのが 軸なんですね軸解答の軸解答の軸はすなわち知識となります知識じゃあその知識っていうのは後ろにページにあるようにね抽象化ブロックシートで、まあ、実際に皆さんに紹介している知識や あとは一次試験でもうすでに皆さんが学習された知識っていうのが軸になりますそこが理論のプロである試験員の先生に対してちゃんと点数を取っていく彼らが作った問題に対して点数を取っていく攻略法の一つになるじゃあこの知識を考える際にもう皆さん今まで学習してきたように具体抽象具体のプロセスありますねそしてこの 軸となる知識を抽象のところで使っていきますよとこういったところはもう皆さん学習済みですのでもう一回ね思い出してください。じゃあこの知識を軸にしてじゃあ予見ってどこで使うのかと予見は予見情報は肉付けです。肉付けに使ってください。 B 社はとか B 社独自のとか B 社社長はとか書いてある時には B 社のススタンでで具体的ななな施策を書かけければいけないですだから B 社ならば B 社のことはじゃあどういうことが B 社では取り組みを行われていてどういうリソースなのかで B 社の現状ってどうなんだと B 社を取り巻く環境というのはどういう環境なんだっていうのを戦略的マーケティングちゃんと考えながら予見文章で知識だけだと。 断片的にになります、ね、そこに肉付けをしていくどうやって既存客をリピートさせるかどうやって新規客を取り込んでいくのかどうやって要は商品単価を上げていくのかどうやって買い上げ個数を上げていくのかといったところに対して肉付けしていくのはそれは B 社としてのリソースとかが関係してきますと。 はい、まあ、そんなところですねそのために使うというふうに考えていただきたいこれがちょうどこちら予見情報に基づく回答の、まあ、本当の意味での考え方コピペではないですよとそして次具体的さあ皆さん見てください具体的な回答っていうのを考えた時にこういう回答意外に多いんですよ分かっているんだけど点数伸びないさあ見ていきましょう製品を高付加価値化してブランド価値を高める まさにその通りなんですその通りなんですけどこれじゃあ中小企業の社長さんに皆さんね診断士として行きますコンサルで。さあ社長ブランド価値高めましょと多分こう言われます。え山口さんどうやってどうやって高めるのそこが具体的な施策になるわけです。 で特に事例の2の場合もちろん123含めて具体的に何かを書かないといけない具体的な方策とか具体的な施策と言われた場合問われた場合には必ず「どのように」というのを書いていただきたい「How? どのように」その「どのように」が「どのように」の回答がちょっと下に書きますね。具体中小具体体ののところにはどのように。はどよう を書いていただいてその「どのように」の回答がちゃんとさあ予見文で肉付けされている,いるものでないとちょっとねあのうまくいかないというところになります。はいじゃあそれではですね、まあ、こちらブランド価値を高める「どのように?」社長さんに問いかけて「えどうやの?」とか言われたところそこを書いていくと点数クッと上がります。でで下の方見てくださいテキストですね例えば 製品 X 市内の製品を X 市内の販売店飲食店限定で販売しと書いてありますねこう読んでいきますと素材や製法のこだわりををラベルで訴求して希少価値を高める具体的じゃないですかこれをもし抽象的に書くならばこちらですね限定販売し希少価値を高めるこういう回答なんですじゃどうやって限定販売するのどうやって希少価値を高めるのこの部分を肉付けしていくと 製品を X 市内の販売店店飲食店限定とまずここでで限定すするわけですねここだけで売るよというところをちゃんと明確にしてで次製法ごめん素材ごめんなさいね素材や製法のこだわりをラベルに訴求してこれが具体的なところですねどのようにというところ具体的にこのラベルで訴求して希少価値を高めるよろしいでしょうかそれをもし 本当に抽象的に書いてしまうと限定販売希少価値を高めるこ罰にはなりませんが多分ね45点ぐらいかなと思いますんでそこをねぐっと65点に皆さんぜひ上げていただきたいと。はいじゃあ続きましてもう一つですね注意していただきたいのは具体的な内容とともに専門用語の間違えこれ理論のプロです。試験の先生は 理論のプロですから専門用語の間違いは自分の研究領域に対して軽んじられているというふうに感じる場合が多いですここはですね私もずっと研究をやっていたときにそう思いましたやっぱりね間違えるじゃないですかねそうするとこう言われるんです山口君ねこの論文ちゃんとあの研究領域に対して重きを置いてんのなんてこうすごいズバッと本質的に怒られちゃうんですねでそういったところは彼らはねやっぱすごい大事なんです。 キーワーワドちゃんと勉強してきたのなんて言われちゃいますからそこは皆さんねしっかりと私は自分はもうキーワードね間違えずに使ってますよっていうのをアピールするように間違えないようにしていただきたいこれ結構ね致命傷の多分限定になりますのでちょっとねよくよく注意を進めていただきたいと思いまますははいじゃあ続いていい続続ててきましょう続いて今度は実現可能性の高い回答になります。 さあこの時ね平成21年の事例の3の第3問も結構ねいろんな答えが割れました受験校さんでで私はですねまあこっちの答えがいいあっちの答えがいいっていうのはあんまり議論する余地はあんまり必要ないかなと思ってるんですね受かればいいですじゃ受かるためにどうするか受かるために取材に行きますで見に行きました実際にこの会社ってどういうことやってんのって言ったところちゃんと見に行くんです見に行った上でやっぱり模範解答をちゃんと示して そしてどうするのかっていうと皆さんが迷わずに勉強できるようにした方が合格確率が高くなる、まあ、これがですね、まあ、TBC 受験研究会合格確率合格率ですね、まあ、非常に高いものをしていってるベースになるのかなと思いますんでまずこの不要な議論をするよりはどうしたら点数取れるのかと、ね、そこを考えるためにまずねこちら見に行ったんですよ B 社ここスポーツ用品店で見に行きましたまあ例のごとく変えてますね出題者の方かなり変えてます でこちら見ていただきますと本店裏にかつての倉庫と駐車場であった土地を、ね、保有しておりその再利用を考えている最近では大学生を中心にフットサル人気が高まって市内でリーグ戦ができるほどチーム数も増えているそのためにフットサルの用品の需要も増えてきているさあじゃあこのお店、ね、B 社フットサルやってますかやってません。野野球球だけのの本当にコ、ね、コテコテの野球ですねバッ との握り握るところとか、バットのなんかね。こう握りやすさが重心を加工してくれる。もうオリジナルの加工をしてくれるっていう。コッテコテのもう本当に野球のお店です。ですが、マラソンはやるんですよ。ちゃんとね。パンフレット持ってきました。ちゃんと届けてくれたんですね。お店の方でパンフレットをマラソン大会は本当にやるんだとね。言ったところで、街でマラソン大会で。まああの？ ホームインランナーで有名だった方とかがちゃんとね走りますって写真が載ってるんですよ、まあ、非常にね、まあ、そこはねあすごく力入れてんななんてちょっと思いましたけれどもそういうね実際に行ってるところもありますですが結構ですね変えているじゃあ何でそういう風に変えていくのかっていうと皆さんに対してこうね不用意にこう回答するようにこう罠をばらまいていくんですよ彼ら それでガブッと食いついちゃうとあれこれ今のうちのリソースでできますかとなりますのでじゃあここで考えなきゃいけないのは皆さん戦略的マーケティング忘れないでください。ドドメメイインンですドメイン常に先ほど学習したも消してしまいましたが戦略的マーケティングですね。 ここういうういととろで忘れてしまうとまずいです。常にどの問題にも戦略的マーケティングっていう考え方がその問題の背景に走っているということを意識して回答していただきたいでこれでね忘れてしまうとアウトですということはドメインドメインをちゃんと考えて忘れてしまわないように。で C F R 特に実現可能性の高い答案っていうのはこの R の部分を重視していただきたい R でここで説問要求を読み取るときに類推していただきたいのはまずこちらです、まあ、これ見ていただくと B 社は顧客の価値拡大と自社へのロイヤリティ過去愛好を高めるために新しい事業を考えているというふうに書いてありましてまず説問1自社だけで行えるサービス事業を考えている。 ここはまず説問問ですね説問 B 社は商店街の裏通りにある銭湯との共同事業を考えている。さあどちらの方がリソース多く使えますかここポイントになります。ちょっとこちら側に書きます。R。R が自社で不足していますと。 その時に事例の2の大きい流れの中では自社で測しているならば外部資源の活用これを「活用していきましょう」と青で書かせてください。こういうふうに持ってきてます。まあ、この辺は中小企業経営政策で学習するようにちゃんと連携とかそういう動きっていうのは出てますね。 でこの試験も中小企業経営政策の一環なわけですね中小企業信頼制度っていうのはですからちゃんとこれらへんは活用するっていうのはありなわけです。で活用するこういうい問題出ましたということは今まで自社の R にプラスこちら足されるわけですねここに対して外部のあるリソースが足されるわけですから外部のリソースを足した設問2の方が より大きい標的顧客に対応でできききてより大きいファンンクションを提供できるだから外部を足したこちらね外部のリソースを足したものの方がこの C も F も外部ね外部足したものの方が内部だけのものよりも F と C。 大ききいといいい。とうに考えてたただきたいこれは理論的なものですから理論のプロである試験員を攻略するための考え方ですので理論的にはこうとまあ実務的には違う場合もあるかもしれないんですけど一応問題の中ではそういう形で考えていただきたいこれ私調べたんですよ当時フットサルどのくらいかかるのかフットサル場なんで回答ね結構書く方も非常に多かったんでじゃあ今もうどんどん撤退してますよ。 私の家の近くのカンナナ沿い、あのフットサルなくなりました。あの、あれになってますよ。ニトリ。ニトリになりました。大きい店舗に。なぜかっていうと水銀灯で、で声もうるさいとね、よくクレームが来てたなんてことを聞きました。やっぱり声出すじゃないですか。おいとかね、そういうのすごくね、近所の人ね、嫌がるんですよ。で、マンションからクレーム来たとか。そういう風になってくるとなかなか活動が難しい。で、水銀灯のコストね。 整地して作るだけで2億回収できるのかという話になってくるとなかなか難しいわけです。となるとやっぱりですねじゃあ今回のこのリソースでできるのかという話ここをちゃんと戦略的マーケティングの視点から加味してあなたは回答してるんですかというこの試験員の理論的な背景ですねこれをちゃんとしっかり踏まえてますかというところに対してノーという回答になってしまいますから点数がちょっと落ちてしまう。 合格を勝ち取るためにはちゃんと戦略的マーケティング私は常に意識してますよっていうのをアピールしていただいてリソース外部のリソースをプラスアルファした方がより大きいこちらですねまあ C と F が提供できるなおかつ内部のリソースでちょっと難しいようなフットサル場とかはちょっとやめておこうというふうに考えて実現可能性の高い回答を書いていった方がまあ合格の確率が上がっていくというふうに皆さん考えてください。 いろいろとあると思うんですよ回答の方向性ですが受かるための回答をぜひね皆さん事例の2では特にインプットしていただいて合格を勝ち取っていただきたいとはいじゃあそれではですねこちらの内容につきましては講義は終了でまた続いての内容に入っていきたいと思いますんでこちらお手元ですねまずそのままにしていただいてしっかりとこちらホワイトボードを写してくださいよろしくお願いします